ロンキ、デー・レジョナーリは、イタリア共和国フリフリベネツィア・ジュリア州、ゴリツヤ県にある、人口約1万2000人の基礎自治体。港湾都市モンファルコーネの都市圏に含まれる都市で、トリエステ・ロンキ、デー・レジョナーリ空港の所在地である。イタリア語以外の言語では、以下の名を持つ。ゴリツヤ県南部のビシアカリアと呼ばれる地域に属して、おり、 ビシアカリアの中心都市であるモンファルコーネの北西に隣接する。県とコリツヤから南西へ約1 7トル州都トリエステから北西へ約3 0トルウーディネからは南東へ約3 3トルの距離にある。コムーネ西部にはトリエステロンキ、デイレジョナーリ空港があり、州の空の玄関口となっている。隣接コムーネ隣接するコムーネは、 以下の通り、モンファルコーネからは、市街地が連帯している。ロンキ・デーレジョナーリは、単体でも合立や県第三位の人口を持つコブーネで、あり、モンファルコーネ都市圏の人口は県と、合立やを上回る。この地の人々の生活は、ローマ時代以前に遡る。ローマ時代には、いくつかの村落が築かれ、空港周辺では、古代のネクロポリスが発掘されている。 この町は孤立や伯領から967年にアクイレイヤの総大司教領となった。町がロンチスの名で初めて文書に現れるのは1229年のことである。15世紀以降ベネツィア共和国領になり、その後ハプスブルク君主国の領土となった。1850年には行政官が派遣されるようになり、1912年には村の核を得た。 第一次世界大戦後、イタリア王国領となった。1919年、国家主義的詩人がブリエレ・ダンヌンツヨは、義勇兵、レジョナーリを組織し、ロンキディ・モンファルコーネと呼ばれていた、この町から出発して、ディエカを占領した。コムーネの名は、これを記念して1925年に改名された。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は、 居住地区別の人口として、以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は、人口統計上、家屋密度の高いチェントロアビタと、密度の低いニュークレを浴びたと、まとまった、居住地区を形成していない、ケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が、すべて大文字で示されているものが、チェントロアビタとである。印が付されているのは、コムーネの役場。 ヤクショラカーサコムーノリーの置かれている地区である。トリエステロンキ、デーレジョナーリ空港コムーネ西部に所在する商業空港、トリエステ空港、フリウリベネツヤジュリア空港などとも呼ばれる。コムーネには概ね東西に国道 SS14 が走っており、東南に進めばモンファルコーネ、西に進めば空港の南側を経てベリアノやビゾリスに入る。また、 モンファルコーネで SS14 から北に分かれた SS305 がコムーネを循環しており、北にレディブーリアの集落とを結んでいる。ありがとうございます。